はい、こんにちは、みゆです。森です。はい、じゃあ、さっきはレッスンありがとうございました。ありがとうございました。対決してもらっちゃおうかなと思ってって感じでやってみたいと思います。対決、はい、対決だったよね。はい、ダントツで森ちゃんの方が有利になっちゃうんで、みゆちゃん今日ってドライバーってどのくらい飛んでましたっけ？だいたい120ですね。ああ、そうするとみーちゃんのマックスの距離は120。もう一度120ヤードって何ヤード、あ、何番で打たれるんですか？9番アイアンですもん。あ、であれば今日もうちゃんは9番アイアンから下の番って9番アイアンは使っていいですよ。おお、なるほどね。そう、9番アイアン、そう、そう、それ以上使っちゃダメ。おそれでパターは OK、 1m で、もうあのスコアの判ではなし。3ホール、はい、なんで、あのちょっと見えちゃうのが、まあ、有利だと思うんだよ。気もするけど、いやだってシミュレーションでやってないから。そうですよね、ちゃんやってない。そう、私もう慣れ親しんだシミュレーションで。ちなみに私シミュレーションゴルフでラウンドしたこと人生で1回もないんです。あ、じゃあもう今日勝ち。あ、嬉しい。勝ちです。いい判定ですね。はい、もう指定対決、もうプロに挑む、もう全部勝ちです今日。お、変に見せらなかったらいけるかもしれないですね。で、オナーは森ちゃんから行きましょう。あ、よかった。っていうのは、みゆちゃんがミスするとアンパイだってやってきそうだから、ね、先に森ちゃんに打たせましょう。はい、ありがとうございます。やだ、行かないの。いいけどさ、もういや、もう勝ってほしい。勝ちたい。私もちょっと無理ゲーではなさそうでしょ。これ勝ったら永遠に言えますから。そうですね、永遠に言えます。確かに私に肩書きがつく。勝ちましたって感じで、あのちょっと画面がもうスリープモードになっちゃったんですけど、あの復旧していただいて始めたいと思います。はい、お願いします。お願いします。490ヤード、はい、初めてそんなティーショットアイデアも9番ですか？9番やんです。はい、490ヤード9番や。笑ってんだけど、この人。うわー綺麗。うわ、あ、9番じゃなかったです。待って9番ダメです。9番見て映ってる。ダメです。あ、面白くなくなってきた。だんだん、いやいや、これしょうがない。ちょっとやっぱあの多分高さとかも出たから。そうですよね、めちゃくちゃ綺麗に当たってましたもんね。映ってる、これやらせじゃない。あ、もうつまらない。いや、でもでも私はドライバーでもちろん参ります。おお、ナイス。え、あ、でもね、140いってるよ。自己申告の誰と違くない？120って言ったんですよ、ね。いや、俺はちょっと低いんじゃないかなと思ったんですよ。まあでも確かに今日のドライバーはちょっと飛んでなかったかなと思って。あ、じゃあまあ同じぐらいってことですよ。同じぐらいってことで。よし、じゃあ私ですね。はい。はい、350ヤードでフットの5番でいきます。とはいえですよ、すごい飛ぶわけじゃないんだよ。でも先生がミスることは、いや、人間だからね。人間だからありますけど。わー、綺麗。なんでこんな高く綺麗に飛ぶんですかね。ほら。
でもつまんなそうです。どっちも今つまんなくなって。森ちゃん、これがみゆちゃんの距離の世界観。これで100キリしようとしてます。あー、なるほどね。確かにそういうことか。気持ちを知るいい機会でもあった。そうですね。はい。一応そこは守れてますね。ずっと始まってる。おー、綺麗。わっ、ずっと始まってる。おー、残り182ヤードウッドで。やばい、止まれ。一晩って上げた方がいい。ラフで 10% 下がるっぽいから。130だと。ああ。ユーティリティでいきます。そうね。フォローのこっち弱いんですよ。遅いってこと。そう。12時でまだまだまだ。そう。総括で言ってあげてもいいと思う。あ、了解です。やっとなんか番で変わった感じ。何なんですか？58です。うわ、甘い！うわ！見せつけられた。なんかさ、映像も変わったのとさ、なんかわざわざ打ってるスイングも出ちゃった。なんかリプレイまで、リプレイまで出てたよ。まあ気を取り直して、はい、まあ、これは別にバンカーの打ち方じゃなくていい、全然そうですね、シミュレーションの良さですよね。距離で、でも 20% 引かれちゃうんで、まあちょっと強めにぐらいな感じじゃないですか。はい、ピッチングでやります。さっきフルでしょ。どうしようか。もう、おお、入れ、出た。これが嘘だよ。これが知り合い。リプレイ。あ、私が邪魔しちゃったよ。リプレイ。いや、リプレイっていうか、トップでしょ。いや、マジで。これがシミュレーターの未来。そんなことが起こるのね。そうですか。はいはい。これ。森ちゃんは何？これパーパット？そうですよ、多数パーパットです。おお、パーパットなんですけど、この距離感が全く分かんないっていう。はあ、初めてとか言って、そうやってね全く容赦しないね。でも前線です、前線です。ダボダボ、前線。また先生だ。9番できます。わー、すごい高い、綺麗。わー、150 これ実際いかんよ、こんな。うん、でもちゃんと9番だよ。で、入ってた。大丈夫、ちゃんとね、最初打って、そうその調整して、本来の数字ぐらいに調整したんだけど、やっぱあれなんだろうね、ティーショットのところで打つからちょっと変わっちゃうんだろうね。ありえます。私はドライバーで。いいじゃん、いいよ、これだいいよ、ナイス。おー、フェアウェイ、ナイス。あー、めっちゃ分かった。ほんと右行かなくなった。分かった。219ヤードあるので、ウッドの5番で行きます。
大丈夫バンカー確かに。でもさ、7番アイアンでもなんかギリギリだった気がするんだよね。結構ウッドでいきます。ここは強気で、はい、そうです。あ、守りはダメです。右に行くことを想定して。ちょっと待って。おー、だってさ、だってさ、右に行くこと想定してるのにさ、何もう右にさ、変えてさ、打ってさ、あ、しびれたね、ほんとバンカーの方に打てば、右に行っていって、あ、分かるんだけど、そっかそっか、こっちの方向に向かったところですね。あー、やっちゃった。僕30、私もちょっとギリギリに来ないね、30。しかもちょっとわかんないよね、なんか飛んでる傾向があるから、思ったよりね、なんか思ったより風が右から左でバンカーの方にこう行きやすくなってるってのがちょっと自分の中で気になってるんですよ。飛んじゃえばいいけど、まあまあまあ行ってみましょう。親友じゃないですか。いや、なんか、先生にこのレベルで挑んだバスです。レベル感で挑んだバス。いや、でも力あるよ、全体的に。そりゃそうです。先生と対決するんですもん。そりゃそうですよ。いやいや、そんな誰しも、そんな何か誰しも気合入りますよ。私だけじゃない、力入るの、先生と対決するのに。メンタルトレーニングが必要かもしれない。おー、いいじゃん、ナイス。もう OB だった。うん、いい、ナイス、いいよ。綺麗だね。15ヤードぐらいの距離のアプローチになりました。15じゃん、15。そうなんですよ。マフに見てください。あ、メール来たよみたいな。今めっちゃせっかく、あ、せっかくさっき30と15してもらって、体に来たんで、またこういう風に見せ方できたで、それを振ったのに、なんか肘ついて、なんかボケっとしてた。ねえ、そういう映ってない情報は教えて、伝えなくていいです。ボケーって口当てがしましたよ。無でしたよね。はい、これを寄せて、さっきみたいに OK で終わらせれば、はい、可能性は十分にしてある。早めにだ、うん、7時いいんじゃない。いいんじゃない。おー、すごいすごいすごい。おお、うん、難しいよ。あれより手前は多分今度エッジとかになっちゃうから難しい。14メーターとか出てんじゃん、全然分かんなくなる。分かる。スリッパととかしないから。いや、本当その可能性ある気がする。どうもやってみましょう。わっ、あるの。伸びてる。まあ難しいよね。ああ、でもそれでも結構もう。バッティングしてください。ボギーか。ボギーですね。ちょっと左出ちゃった。あ、でもいい感じ。いけ。ああ、惜しい。惜しかったですね。惜しい。うわー、ここでだいぶ開いてしまった。ちょっとせめて一矢報いましょう。そうですね。まあちょっとここの
勝つの難しそうっすけどね、パー3だからうんうん、まあ映ってないんだけどね、画面に2人とも全然大丈夫しませんみたいなね。でも150ぐらいとか確かにチームよりもいいのかもしれないけど、私は9万円で、はい、ちょっと調整しますね。調整ってアップルショーですよね。わー綺麗、わー飛んでる、それでも飛びすぎちゃうんですね。あーでもナイス50、すごいチームよりもよかったかもですね。ね、みーちゃんもガチャッとしたらね、同じぐらいのところとかに基準としてはそうさっき言ってましたね、やっぱここガチ当たりしたなんですよねそこが問題なんですけれども、ちょっと待て、ちょっと待てじゃあこれちょっと左にずらしてこっちに、あーなるほど、こういう感じ、はいはいはい、このぐらい、はい、このままもう一回ドライバー、もう一回、いいじゃない、ナイス、これ来たぞ、あーよかった、ナイス、はい、ナイス、あ、来ましたね、また12、はい12ってことだね、そう、さっきの10もうちょい感じがある、一番小さい80、はい、はい、うまい、あー惜しい、でもうまい、でもうまいと思う、大丈夫ですか、大丈夫ですか、あ、先生も12だ、先生も12だ、それが一番困ってる、なんか全然わからない、本当すごいでした、いやいやいや、でもね、みーちゃんの勝ちですよ、酔ったのは、そう、酔ったのは、酔ったのはみーちゃんの勝ちですよ、いやいや、甘い、やったー、入っちゃった？入りました、拍手していい、拍手していいですよ、応援してくださいそんな敵叩いてくださいよやあー、ナイスナイス、よしナイスです、ありがとうございます、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、ちょっと早かったかな早かったんじゃないでしょうか、誰しもが多分思ってるそうだね、もうちょっとハンデを課す必要があって、ね、そうですね、今度重りとかちょっとつけてもらったり目隠しとかしてもらったりしようか、そうです ねちょっと今度そうします、はい、で、まあ、結果は、まあ、森ちゃんはあの、まあ、番手がもう9万円からしか使えないっていう中、パー、ボギー、パーです、はい、はい、で、みーちゃんはプラス8です、はい、はい、どうですか、そのまずその飛距離ちょっとこう今回ちょっと制限されてやってみて、まあ、みーちゃんの飛距離の世界はこんな感じです、まあそうですね、なかなか届かないみたいな部分は確かに感じたんですけど、ただ今100気にするっていう意味では、まあ、十分な距離は持ってるのかなっていうのは感じました、うん、はい、なるほどね、意識はできてるかなっていう感じ、うん、ただまあ対決とかっていうワードから、まあ、ちょっとこう緊張したというか気合が入りすぎたのかちょっと力感はあったかなと、まあなんか精神面かな常に自分のペースでこう回れるようにできる限りしていきたいなっていうところですよね、まあ、まだ直したばっかりですし、はい、慣れてきたらまたちょっと変わってくるのかなって思いました、挑んでみて、挑んでみて、もしかしたらって思ったんですけれども、まあまあまあ、あ、
想定内の想定通りでしたね。面白くさせたかったんですけど全然コテンパにされました。もうちょっとなんか欲しかったんですね。結局はやっぱりまあちょっと練習して今日の習ったことを固めてもらって、そうですね、またチャレンジする機会があったら、はい、って感じでお願いします。お願いします、はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。